日本にはですね、おみこしっていうものがありますよね。祭りの時に神社から持ってきまして、で、たくさんのこう、白い服を着たり、あるいはハッピーを着た人たちがこう担いで、そして、街を練り歩く。そして神社に向かったり、あるいは川に向かったりしてね、行くわけですけど、おみこしって何なのっていうとですね、一言で言うと、移動式の神殿なんですよ。で、これはですね、二十歳の昔持っていた風習なんです。宇佐八幡宮というところから始まったものなんですけれど、二十歳が持ってきた風習です。古代イスラエル人と言われる人たちが持ってきた風習。で、あれはですね、本当に、古代イスラエルの契約の箱と呼ばれるものにそっくりなんですよね。日本のおみこしはですね、このぐらいの大きさが多いですね。で、下にこう2本の担ぎ棒があるわけですけど、契約の箱っていうのもですね、古代イスラエルにおいてあって、それもやっぱりこのぐらいの大きさ。で、下にですね、こう2本の担ぎ棒がついてました。時々ね、再現モデルなんか見ると、その担ぎ棒がこの箱の真ん中らへんについてるとか、そういうのもあるんですけれど、聖書を見ると、この担ぎ棒っていうのはこの箱の基部に、つまり下につけられてたと書いてるので、正しくは、日本のおみこしのように下についていたと思われるんですね。で、やっぱり古代イスラエルの契約の箱というのも移動式の神殿。つまり、その箱が行くところ、神様の臨在も共に行ってくれますよ。神様が共に彼らと民と一緒に行ってくれますよということを表す、そういうものでありました。そしてね、契約の箱っていうのはですね、何かっていうとですね、中に、10階の石の板と、それからマナの壺というものと、それから、アロンの杖というね、三種の神器。まあ、日本のあれで言うと、正式には三種の神器って言った方がいいんですけども、三種の神器が入ってたんですよ。まあ、天皇家にあるものと同じようにね。まあ、細かいところは違うんだけど、三つのものを大切にしていたんですね。そしてね、この契約の箱の周りは全部金で覆われてました。金箔が貼られてね。木で作られてましたけど、外側は金で貼られていました。で、日本の由緒ある神社なんかでも、おみこしは大体ね、要所要所が金で覆われていたり、あるいはね、もう、ほとんど金箔でこう飾ったようななんかもありますけど、よく似ていると思います。それからですね、古代イスラエルの契約の箱というのは、この箱の一番上にですね、ケルビムと呼ばれる、二つの天使が、こう、翼を広げて、この覆いかぶさるようにしていたんですね。二つのケルビム、天使が、こう、いたと。翼を広げていた。で、これはですね、日本のおみこしでは、鳳凰と呼ばれる、天的な鳥が、このおみこしの一番上にこういますね。あれ一羽じゃないのと思うかもしれませんけど、鳳凰ってのは別なんですよ。これね、雌雄合体したものとして言われてます。オスとメスが合体して一つになったものが鳳凰と呼ばれる天的な鳥。実在の鳥ではなくて、想像上の鳥なんですけれど、ね。だから、ケルビムっていうのは天的なものであるように、鳳凰っていうのも天的な、天国的なものなんですね。で、雌雄合体したものであると。だから私もですね、アビグドル・シャーハン教授をね、ちょっとおみこしのモデル見せましたのね。あ、これはすごいね。もう契約の箱そっくりだね。言ってましたね。それから昔ですね、ロスチャイルドというね、ユダヤの大富豪が日本にやっていました時にね、おみこし見たらね、祭りでこう見たんですよ。はぁーとか言ってね、もう驚いて見てましたね。やっぱ契約の箱にそっくりだったっていうことでね。ユダヤ人はもうあれ見るとね、これはやっぱり古代イスラエル人は日本にやってきたんだなというふうに思わされちゃいますね。